サンタフェ市役所サンタ、フェノチズサンタフェは、アメリカ合衆国南部のテキサス州東部のガルベストン郡の都市。スペイン語で、聖なる信仰を意味する。現在は、BNSF 鉄道の一部となった、アッチソントピカサンタフェ鉄道が、名前の由来。2018年5月18日に、高校で、乱射事件が発生し、少なくとも10人が殺害された。 人口は2016年推計で13,205人。1877年、ガルフコロラドサンタ、フェ鉄道がガルベストン郡西部に建設された。20世紀初頭には、鉄道沿いにアルタロマ、アルカディア、アルゴアの3つの小さな町が存在した。同時期にこの地域を管轄するサンタフェ独立学区が、鉄道から名前を取って設置された。 1970年代中盤、隣接するヒッチコック市がアルタロマ東部地区を併合しようとしたが、住民は反対した。併合を阻止するために、この地域で合併して新たな都市を作る運動が始まった。1978年1月21日、アルタロマ全域とアルカデアの一部を合わせ、サンタフェ市が設置された。後にアルカデアとアルゴアの全域も併合し、 軍内では豊かな地域になった。1981年2月14日、KKK が私有農場で集会を開き、湾岸地域で存在感を増すベトナム系アメリカ人のエビ養殖業者に抗議した。この中で儀式としてベトナム系住民の漁船が燃やされた。同様の事件は近隣の港町でも発生し、州裁番所が動く事態となった。 この事件は後に映画監督のルイマルによってアラモベーとして1985年に映画化された。2000年6月19日、最高裁判所はサンタフェ独立学区の生徒の自主性を重んじる方針が他校とのアメフトの試合で憲法に違反しているとした。2018年5月18日、サンタフェ高校銃乱者事件が発生し、少なくとも10人が殺害された。 近隣の空港は、クリーシー空港と、上カジ空港で、ヒューストンとの間に定期航路がある。ありがとうございます。